かくなら作ろうっていうだけです。ということで作ります。いやもうね本当にねメニューとかもね名前のない、ね、家でいつもね人が食べてるようなものを作るだけなので、そんな本当にこんにちはすぐできるよきっと。お肉解凍する時間くらい、あとはねちょっと鶏そぼろを作りたいと思います。そう結構家でね作ること多いんですけど、ギフトありがとうございます。そうそぼろを作ろうかなと。あ、そぼろ丼ではないですねそう今食べるわけじゃないんですけど、あるとね結構家では食べるので、そう作ろうかなと、それを作って置いとこうかなと思います。ちょっとお肉解凍できるまで時間かかるんで、のんびり待ちましょう。ママ、かわいいね。あ、目が走ってきちゃった。いや、本当に料理配信っていうそんな大したもんじゃないんですよ。よし、梅ちゃん。顔ちっちゃいわね、私の2分の1。お顔ちっちゃい、2分の1どころじゃないな。お顔ちっちゃい。何作るの？なんか名前のないただの私のお昼ご飯です。そう本当になんか家ではねそんななんか名前のあるものを作らないので、まあチャーハンとかは作ったりもしますけど、そのがっつり火か食べる分はそんなあんまり手間かけないので、まあなんか普通にいつもの日かのお昼ご飯というか朝ご飯というか、まあそういう感じのものをね。ギフトありがとうございます。ももちゃんもねいるんだけどね、最近ね新しいおもちゃをね買ったんですよ。そしたらねそれに夢中でね、なんか子供のように自分の子供のように可愛がってるもので、最近触らせてくれないんですよ。料理得意、一応なんか特技では言ってますね、特技とは言ってますけど、でもそんな大したことないですよそんなそんななんか自分のご飯とか作るくらい、うん、パパパーって作ってパパパーって食べて終わりって感じ。うん、ね、ひか大雑把だし、そうもちろんね、手の込んだものも好きなんです。揚げ物とか好きなんですけど、その揚げ物とかってめったにしか食べないんで、そういつもささみとか焼いたりして、今日もねささみ使います。ずっとね冷凍してあったので、食べれればいいってわけではないけど、もちろん美味しさも大切ですよ、味も大切、せっかく食べるなら美味しいもの食べたいしね。ギフトありがとうございます。そう夜配信します、あします、夜は配信します。多分平野さんです、平野です。なんぐら料理配信か、うん、料理配信じゃないです、もうお昼ご飯作るだけね。ちょっとお昼ご飯作りますって、あーいしょ、あつく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 つ、まあよいしょ、おはようこんにちは。見た目は気にしない、そんな火か食べる分ならそんな気にしないですけど、
まあ味さえ美味しければ、そんななんかいつも自分の作る分綺麗に盛り付けるとかではないです。もちろんね、あのプラメに送るとかだとそれなりに綺麗に盛り付けたりは色味をね考えたりはしますけど、まあ自分の食べる分なんてね、そんな気にしないレンジで調理、あのささみを解凍しております。ギフトありがとうございます。そう、冷凍してあったんでね。家はね、お肉冷凍するんです。ぐで食べたい時に食べる。外遊に飾り付けようよ。いや、つけないです。つけない。そんな本当に大したもの作らないし。そう。こんにちは。お湯を注いで3分経ったし。そんな簡単ではないけど、3分でできたらね、楽ですけどね。そんなんじゃないですよ。普通の料理。まあこれがお昼ご飯だよなっていう、映え料理はたまに作ります。たまに作るんで、それまで待ってください。おかずです。しかおかずしか作らない。ご飯食べないから、あんまりおかずのみ。ギフトありがとうございます。まあ手元ね、ごめんなさい、映せないんですけど、そんな行けるかな、これで。一品でいいの？そんなもんですよ、自分の食べるものは。そんな量も食べないしね、いつも言うほど食べないので。あ、3つある。2つでいいな、ささみ。どっちが解凍できている。こっち、ギフトありがとうございます。よし、まずささみを解凍したら、なんとなくちょっと開いて、まあ開いてってそんな開くも何もないんですけど、開きます。大雑把にいきます。大型なので。そしたらなんか、まあちょっと叩いて潰します。潰しますっていうより広げますかね。そう、これに挟んでいくんで、大葉とチーズと梅を。そう、ただ挟んで焼くだけなんで、ちょっとだけ挟めるように広げます。叩いて広げて、まあこんな感じかな。よし。あ、包丁洗わなきゃいけないじゃん。待ってね。よしよし。できたら、一緒に叩かれたい。すごい M だ。そしたら
まあささみに梅大葉、一つが梅と大葉、もう一つが大葉とチーズにするので、とりあえず梅開かない、梅も叩いて潰します。よし、叩いた。これにしようかな。梅も叩いて潰します。まあ1個でいいですかね。すごい好きな方はね、2つとかでも全然好きな量入れたらいいんですけど、うん、そんな量はないので、うん、OK。 なんと大雑把な、まあ、こんなもんなんですよね、平野光のいつもの料理は。まあ、たまにね、すごい凝ったものとかも作りますけど、そしたら大葉を洗います。こっちにしよう。大葉洗って洗ったらキッチンペーパーで拭きます。拭きますというか、まあ水分を取ります。そしたら大葉は1枚でいい。あ、ギフトありがとうございます。何分クッキング、何分クッキングだろうね。解凍からくら、あの換算したらもう10分くらいはすると思うんだけどさ、そんな本当にね、適当になんか挟んで焼くだけだから、そんな豆腐はね半分に切って5分使います。チーズ、チーズもね、あのなんか粉やつ、いやー、これを半分にして、何台桃太郎すごくこっちを見るじゃないか。桃がめちゃくちゃ光のと見てくるんだけど、どうしたの、遊んでほしいの。まあこんな感じで、で梅もね、なんかその叩いたところにビーッと乗っけてちょっと広げます。はい、以上。あとは焼くだけ。少しだけオリーブオイルね。なんだら、ちょっとね、こんな風に中にね、こうやって、あー違うって、違うよ、なんで飛んできたの。こんな感じで、おやつ欲しいの、おやつ食べる、お昼だもんね。これも違う、こっちだ、これね、はいはいおやつのお時間です。ちょっと待って、一個ずつね、
最近ヒカが買ってあげたおやつ、これすっごいいい匂いするんですよ、紫芋の。お座り、お手、おかわり、タッチ、待て、お座りよ、お手、おかわり、タッチ、お座り、待て、待てよ、よし、もうないよ、ゆっくり食べなね、よし。ないよ。おい、フライパンがねちょっと熱くなったら少し弱火で焼きます。そう、中まで火を通したいのでゆっくり。なんか本当にもうこんな感じ。じゃないよ、ささみささみ。中身出てきてない。あ、多少見えますよ、別にいいんです、綺麗に隠そうって思ってないから。2個だけ、ダイエット中、まあ万年ダイエットしてますよ。万年ダイエットしてますよ、もうずっと一年中です、それは。まあまあまあ、あのさっきねトマト食べてたんで、ミニトマトをね結構パクパクつまんでたんで大丈夫よ。ギフトありがとうございます。どうしようかな。ハートありがとうございます。やっほー。かわいい。味付けは塩コショウ。そうね、うーん、まあ照り焼きとかにしてもいいんだけど、別に、うーん、まあ塩コショウでいいかな。塩コショウかな。うん、梅照り焼きと迷ったんです。梅照り焼き、梅と大葉で照り焼きね、でもいいなと思ったんだけど、まさみ焼きに。料理のポイントないです。もうとにかく大雑把に雑にいきます。もう楽さを求める。適当にパパパーってパパパーって。ハートありがとうございます。梅ちゃん何してんだろ。クックパッドとか使う。ああ、でも結構普通に使いますよ。やっぱりちょっとちゃんとした料理作りたいなとか、味付けどうしたらいいかなって悩んだ時は見たりしてやります。あ、特にお菓子作りとかね。うん、お菓子作りとかはもう本当に分量を間違えると全然違うものできるので。今何してるの。お昼ご飯作ってる。大雑把なお昼ご飯作ってる。でこの後は鶏そぼろをね。焦げてないかい。大丈夫。あ、でもひっくり返していいな。
ついてきた。やだ。お、いい感じに色がついておりますね。塩コショウも入れちゃおう。出てる？出てる？まあ、出てるか、いいか。ちなみに大さじ何しあ、特にございません。適当です、全部適当です。ささみもなんとなく2本分。梅もとりあえず1個、大葉1枚、まあ、チーズも、まあ、半分、1枚の半分、塩コショウも適当にパラパラ。以上です。ね、なんと雑把な。もともとね、ヒカこういう性格なんで、もちろん凝ったのも好きですけど。でも自分の作るものなんてそうじゃない？もちろんね、誰かに振る舞うとかだとやっぱりそれなりにちゃんとしたものをね、家族にとかだとそれなりにちゃんとしてっていうものを出しますけど、自分のだから。じゃあ薄味が好き。そうね、どっちかと言ったら薄味。でもヒカはね、そんな薄味って思ってないから別に普通なんだよね。でもなんかヒカがこれちょうどいいね、ちょうどいい味付けだねみたいな感じになると、あ、薄いんだなっていう風に捉えられるね。うん、ヒカがあ、これでいける、全然美味しいって言って食べてみると、他の人が食べてみると味薄くないみたいな。音になるね。あ、チーズが溶け出てきた。もうできる、本当にもうできるよ。2分くらい焼きます。彼の表情は遅いのからしいです。うん、だからね、きゅうりの漬物とかも、あ、濃いやつ食べれないです。うっすらなんかその漬物の味だなっていう、うん、感じがいい。初めはそう薄めに作って、後からなんかちょっと調整してもらってって感じかな。だからヒカね、結構ヒカ一番初めにご飯食べ始めることが多いんで、ヒカが取って、でそしたらなんか味付けちょっと濃いめにしたりっていうことがありますね。味どうって言われて、ヒカはちょうどいいよってなると、どうかな。いい匂い。何を料理してるんですか？ささみを焼いております。本当にお昼ご飯です私の。味噌カツ苦手そうやね。わかんない、食べたことないし。嫌いなものない？あります、あります。昨日もね、下北 FM で言ってたんですけど、パクチーと寒天は苦手です。でも、あー、他なんだろうな、他は、あ、舞茸とか苦手ですね。うん、ラーメンとか大丈夫なのかな。あ、全然ラーメンは好きです。うん、ラーメンとかの味は全然好きだよ。よし、いっかな。ほんで、あ、チーズが大変なことに。チーズの油が溶け出して、ちょっと待ってね、この焼けたやつは乗っけるから。いや
こんな感じで大雑把な料理が完成しました。以上です。以上です。ということで私のお昼ご飯を食べます。これ以上傾けるとお肉落ちてっちゃいそうなんですけど、いただきます。そう、シンプル、すっごいシンプル。こっちもうちょっと焦がしてもよかったけど、うん、うんふん、うまっすいませんね、ちょっと今日はここで食べます。あの、この後もう一個料理するんで。そう、箸ピンクなの。ちょっとね、もうずっと使ってるからボロボロのところもあるんですけど、なんか桜の。うん、おいしい。チーズ出てきちゃった、溶けて。うん、大葉がね、いいんですよ。チーズだけとか梅だけだとちょっとしょうもないんですけど、大葉がね、いい味してます。うん、熱い。チーズと梅は合うのか。うん、チーズと梅は別。一個がチーズと大葉で、もう一個がチーズ、違う、大葉と梅。美味しい。チーズが出ちゃった。揚げたら美味しそう。うん、揚げても美味しいよ。なんか衣とかつけて揚げても全然美味しいです。それね、鶏むね肉でやったことある。うん、うん、おいしいわ。マッチョが食べそうなメニュー、結構ひかの家では普通ですよ。うん、割と食べる。こんな感じでひかがただ単にね、うん、こういう組み合わせが好きなんです。鶏肉とあの大葉とチーズとか、大葉と梅っていう組み合わせがすごい好きで、だから別にね、ダイエットとか意識してなくても食べると思う。うん、簡単だし。そう、鶏ハムも作ります。家では好きなんで。まあ、たまにね、こんな風に急にお昼ご飯作りますとか言ってね、料理したりするんですけど、こんにちは。プロテイン？プロテイン苦手だな。
ごちそうさまでした。よし、じゃあ次作ろう。ちょっと待ってね、洗い物するんで。フライパンをね、一回洗わなきゃいけないので、待っちゃいます。次はなんかお昼ご飯とかじゃないんですけど、まあ家に結構あるとね、みんなが食べるっていうものを、てかお兄ちゃんが特にね好きで食べてくれるので、それを作ります。パパーっと洗っちゃいますね。平野いるんでね、すいませんね、すぐ終わるんで洗うのは。あまりにもチーズが溶けてて拭くだけじゃダメそうだった。梅ちゃんがうろちょろうろちょろしてる。はい、ということで次はそぼろ作ります。お肉いっぱい。家のそぼろは鶏じゃなくて豚で作ります。そして炭酸水タイムです。あごめんごめんごめん、もうごめんごめん、ごめん、あーごめんね、ごめんね、うるさかったよね、ごめんね、うるさかった、しかもうるさいと思ったよ自分がねえ、大惨事じゃん、もう。ごめんね。はいはいはい、吠えない吠えない、ごめんなさい。うん、ごめんね。うるせえなって怒ってるんでしょ、ごめんごめん。炭酸水をこぼしちゃった。うん。ということでそぼろ作ります。はあ、炭酸水こぼしたせいでもう濡れちゃったよ、お肉が。かいっか、もうね、これは大雑把にドーンって入れちゃっていいです。こういうのはドーン。分使います。あ、もうね、そぼろ作るときはいっぱい作るんです。卵焼きに入れたりして食べるんですよ。まあ、もちろんね、ご飯にのせても美味しいんです。まあ、主にお兄ちゃんはご飯ですけど、そう、たくさん作ります、本当に。
なくなりますよ。早い時は1日でなくなるし、ほぼほぼ。お兄ちゃんがね、ものすごい食べてくれるので。かもね、ついついね、追いそぼろしちゃうから。とりあえずご飯よそってそぼろ乗っけるんだけど、食べてるうちに足りなくなってきて追いそぼろするんです。そう、それあるともうご飯炊けばみんな食べるんで好きです。鴨大好き、美味しいんだよね、そぼろって。なんでこんな美味しいんだろう。なんか自分で作って言うのもあれだけどさ、とりあえず全部に火通るまで。家のは料理酒と、まあ、料理酒ってかもお酒ですよね。お酒と、みりんとお醤油ですね。ちょっと甘め作ります。大丈夫です、すいませんでした。申し訳ございません。変なことないです。たまにあるんだよね。するのっていいよね。また今度お菓子作り配信するね。お菓子作り配信作りたいものがあって、私が量は2分でなの。211の割合です。醤油が2、あとはみりんと、お酒は11です。それさえ覚えとけば味はなんか分量とかを調整して作ります。それがお母ちゃんに教えてもらったりして。家のお醤油が甘めなので入れないです。でもね、それぞれ今言った分量でね、作ってみたいっていう人はお家のお醤油によってちょっと砂糖足したりした方がいいのかもしれない。うん、やっぱり地域によってのお醤油の味って違うので、関東とかだとしょっぱめじゃないですか。だからそういう時はちょっと足した方がいいのかも、お砂糖とかを。いうのは甘めなので全然お砂糖はなくても照り焼きとかそういうのには全部使えるので、ね、
だし醤油、うん、普通のだし醤油ではないはず。普通の人もどこの買ってるのか知らないんだけど、そう、でもずっとその醤油で行って行ってます。なんでね、なんかどっか例えば上京するとかになってもやっぱり甘めの醤油で育ってきたから、甘めの醤油じゃないと食べれなくて、絶対持っていこうと思ってる。ね、こんな感じ。結構ね、全体的に火通ったので、あとはね、水分が結構出ちゃうから水分を飛ばします、強火で。今お醤油ね、一緒に入れてるから。80で入れたから40、みりん120とって160まで。そうね、味変わっちゃうからね。211で合わせてますね。だからそのお肉の量によって40-20-20にしたり、80-40-40にしたり変えてます。お、結構水分飛んだ。結構水分飛んだら入れます。入れました。そしたら痛いよね。こんな感じ。だね、また水分が溜まっちゃうんで混ぜながら。混ぜながら水分を強火で飛ばしていきます。混ざり、はい、こんな感じで作っています。山家のそぼろです。これが美味しいんですよ。これ本当に美味しい、おすすめ。
家はちなみにあの豚ひきです。鶏そぼろ、まあそぼろってね結構ね鶏そぼろっていうからね鶏で作ってるお家がね多いと思うんですけど、家は豚ひき肉です。なんかひかはね鶏で作ったことないんだけど、お母ちゃん曰く豚の方が扱いやすいし美味しいって言ってた。お母ちゃんは豚の方が好きだったからって。まあ家ねあんまり鶏ひき使うことないんで、まあひかもねずっと味見しなくていい、しない、全然。これはねもう分量守ってれば味変わんないからそんな気にしたことないね。まあだから多少ね味濃い薄いはあったりもしますけど、まあ大体変わんないです。いつも味は本当に多少なんで許せる範囲かな。うちは合いびき。おう、ひかの家はね大体ねそうひき肉使う料理はね全部豚ひきなんですよね。うん、なんでだろう。ハンバーグもなんかそのメンチカツ作るにしても全部豚です。冷凍保存はしたくないね。でもね3、4日は持つよ。あの多分、まあ全然冷蔵庫で持つかな。まあなるべくやっぱり早めに食べた方がいいっていうのはあるんですけど、作ってるの？そぼろ、そぼろを作ってます。今ね結構水分飛んできてるから、ほぼほぼなくなったら完成です。そしたらねもう冷めるまで放置して粗熱取れたらタッパーとか入れて冷蔵庫行こう。あ、そうね、プラメでもね送ったくさんあるね、そぼろ。そう、ちょいちょい作るんですよ、家ではね。そう、作るの好きで、そぼろ楽しい。もうちょっとで完成します。水分飛ばしてます、今がっつり。完成、そぼろの完成です。
完成しましたということで、お肉は 200g くらいですか。あーどうだろう、何 g 今の。なんかね、今1パックのを見たら270って書いてあったから270くらいのを3パック使いました。あ、ギフトありがとうございます。お豆腐にのせても美味しそう。あ、絶対美味しいと思う、合うよ。はい、ということで料理終わりです。分量がやばいよ、カナさん。よし、ということで、じゃあまだ配信はしばらくするので、しばらくというか、まあもうちょっと配信はするつもりなので、お2階行きましょう。ちょっと待ってね、お2階行きます。最終形態は何の料理？最終形態そぼろご飯じゃない？そぼろご飯好きよ。すいませんね、移動中なんで自分の部屋に。ねえ、今日寒いんだけど、ものすっごいすっごい寒いんだけど、なんで？買い物行ってたのね、そのご飯をね。よいしょ。そしたら雨降ってるし寒いしで、ちょっとね大変でした。そう、スーパーだったからさ、片付けしなくてよかった。あ、大丈夫、後でするよ。指紋認証カメラの気持ち分かってどうするんだい。こんにちは。15分か30分かそのあたりまで配信しますね、2時。そう、スーパーめっちゃ冷房効いてますからね、超寒くて、こうやってちょっと寒い寒いながらね買い物してました。こんにちは。目が。まあそうよね、そうなんだよね、食品傷んじゃうからね、仕方ないんだよね。そう、最近暑かったから余計に。そう、しかもだからそんな寒くはならないでしょうと思って半袖で出かけたら、まあ見事に寒かった。芦屋兵庫さん、こんにちは。いやーだなー。いや、でも昨日言った、梅雨はね、梅雨ねがないと困る人もいるから我慢するっていう話したから、我慢。眉毛変えた？あー、なんかそんな言うほど変えてないけど、まあ多少ね、多少ちょっとまあ切ったり、ちょっと形をね整えたりはしております。
海道暑くなったり寒くなったりって、ああもうそうだよね。ね、体調崩さないように気をつけようね。なんか暑くなったり寒くなったりするとさ、寒暖差についていけないから。うん、パーカー来たー、うん、しかもね、あったかい格好すればよかったーって後悔した、外出て鈴木先輩さんありがとうございますね。後悔するよね、結構ある。そして寒かったから 足がね結構むくんでる。足先が、ね、末端冷え性なんですかね、やっぱり手さ、手、いや、まあそうね、手と足と冷えるのはやだな、冷え性。下北のラジオ楽しかった、楽しかった楽しかった。冷え性なの、特に足かな、足寒くて寒くて、そういう時はねモコモコ靴下履いちゃう。基本的に家ではね靴下履きたくない人間なんですけど、履いちゃいますね。そういう時はもうそんなこと言ってられないと思って、履きたくないとか言ってられないっていうくらい寒くなるから。そうだからね、そういう時はね結構手とか動かしたりします。グッパグッパってして動かしたり、足元の指をねちょっとギュッギュッってやって開いてってやってみたり。そうやるときは靴下履いて寝るの。うん、全然なんか履かないかな基本的には。うん、爪の先をマッサージするといい。ありがとう、してみるね。ちょっと本当に結構困ってる。お母ちゃんとかにも言われるとか、なんかユイリーさんとかナナさんとかにも手冷たいねって言われるの。そう、自分でも思う。足が冷たいって寝つき悪くない？いやひか、そんなことない。眠い時はねもう寝ちゃうね。うん、そうね、もう冷房じゃない寒いのに冷房つけちゃうが、暖房つけてでタイマーにして切れるようにしてお布団にぐるぐるってくるまって寝るね。少しだけ足出して、膝とかなんか少しだけ足出して前のストレッチで手の体操みたいな、なんかあれない気がする。あったっけ。ない気がする。ヒカはやってないかも。ヒカのマイクの持ち方かっこいい。え嘘、あれねなんか写真撮るときなんか顔にまあかぶりしちゃってるみたいで、もう完全かぶっちゃってるみたいで困るらしいなんかついあの持ち方じゃないとマイク上がんなくて、そうこうやって持っちゃうんですけど、
こうやってね小指出して支えるんですけど。あ、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。そう、小指乗せちゃうんです。どうしてもちょっと支えちゃう、どうしても小指で。でもこうではないからねちゃんと支えてるから。そう、顔がね被るんですよ、どうしても。寒風摩擦、寒いよ、やられちゃう、風邪ひいちゃうよ。うん、なんか直したいとは思ってるんだけど、どうしてもねこうやってやらないと皮下の筋力、手の筋肉が持たなくて、持てないんですよね。こうやってなんかみんな普通にこうやって持ってるじゃないですか。私のなんか、私はもう本当に手が痛くなっちゃってダメだったんだよね。どうしてもなんで頑張って手なんかあったよね、握力鍛えるやつ、あれしなきゃダメかななんか昔友達の家にあってさ、好きだった自分の握力はどこまで行くのかみたいな、好きだった。マイク重いのかな、まあ、それなりに重いですよ。うん、今握力ないだろうな今は。そんなに最高でね23か25か、そのあたりだった。右手結構ね、中かな、中学校1年くらいかなの時はね本当にあの握力強くて、マイクの番号って決まってきて、あれ全部同じ、多分同じ重さだと思う。そう、もうちょっと上の人もいたんですけど、でもねその後16まで落ちたんですよ。高校の時16で、そう、もう右手が16、急に落ちた。え、何があった私の筋力何があったっていうくらい落ちてしまって、16が確か限界だった。なんなら左手とか13とかだったかな。そう、何があった衰えすぎだろ。まあ今はね多分もうちょっとあると思うんですけど、うん、腹筋とかもできなかったし、今でも腹筋は嫌いです腹筋は嫌いです。眉毛綺麗、嘘、めっちゃ嬉しい。ひかね、自分の眉毛嫌いだったんだ。ちょっとその褒め言葉嬉しいな眉毛本当に自分のね、なんか濃いんですよ、濃ゆくて眉毛が自分の嫌いで、なんかでももうちょっとなんかこう伸びたらいいなと思ってるんですけど、そう、あんまり自分の眉毛好きじゃなかったね。嬉しい、ありがとう。筋トレしてる、筋トレしてる、結構やってます、ちょいちょい。そのジム行った時とか、まあ家でもあの気が向いたりした時にやりますね。そんな濃い、頑張ってるんです、だから濃くならないように。そんな頑張るも何もないんですけど、ちょっといろいろやって、ひかね本当にね左右違うんですよ、眉毛の長さが。こっち短いんですよ、生え方とかが違って、本当に右左で全然、こっち短いからすごい気持ち悪いんです。濃い方が可愛い、やだよ。だってこの上でマスカラ塗ると、あの眉マスカラね、今髪の毛茶色なんで
あの眉マスカラで茶色にするんですけど、眉毛もするとね、さらに濃ゆくなるんです。うん、抜いたわけじゃないけど、そう、なんかもう生え方が違うから、もう見え方も違うし、全然、ね、なんで左右対称にならないんだろう。人間の顔って左右対称じゃないよね左右対称じゃないよね。描くしかない。そうね、描かなきゃとは思ってる。左右対称で生まれてくれたらよかったのに、お顔、私のお顔。おはようございます。目とかも違うしね、結構。眉毛の話頑張って頑張らなくていいよ本当にデコ出し見たいだけじゃないか君は。あ、またいずれやるから、その時ねその時ね。本当に鼻もね、そんな高くないんですよ。鼻もそんな高くないから、もうちょっと鼻高い方が嬉しいんだよね。鼻高くないんです。もうちょっとシュッ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 っていう筋の通った感じ。お母さんにだっけ、お顔は。そうね、今はお母ちゃんにって言われるけど、昔はお父ちゃんだね。鼻はね、多分お父ちゃんの方だと思う。うん、まあもう顔はね、完全お母ちゃんって言われるんですけど、でもね、自分の目は嫌いじゃない。クマあるのは気になるけど、笑ったら涙袋出るし、あの生まれつき二重で、そう、困ったこと、あ、まつげだけかな。まつげだけね、落ちやすいのがいつも困ってる。まつげ抜けるし落ちるし。洗濯バサミね、なんかさ、洗濯バサミなんかあるじゃん、つまむやつ。つまむやつあるけどさ、あれってさ、もうなんかここってそう、つまんでるところだけへこみそうじゃないって思っちゃって、挑戦できない。もう洗濯バサミに至ってはさ、そういうものではないからさ、挟むもんではないからさ、もう絶対ここに跡残るよね、洗濯バサミ。バッテリー二重、うん、そうね。ガチャ光ると同じ顔、同じ顔ではないけど、なんかお母ちゃんに似てるねって言われる。うん、お姉ちゃんもそうだね。お姉ちゃんも、お姉ちゃんでも本当に生まれた時からお母ちゃんですね。ひかは小さい頃はもうミックスというか、本当になんかどっちも入ってる、どっちの要素も入ってるよねって言われてたんですけど、だんだんお母ちゃん寄りになってきたみたいで。マルも垂れ目なの。あー、垂れ目かな。ちょっと待って、写真あるからちょっと見てみるわ。
ないかも。垂れ目ではないけど釣り上がってはない。なんかもう普通にスンっていうまっすぐな感じ。ヒカはね垂れ目って言われますね少し。まあ、釣ってはないよね。釣ってはないしこのまま何コメント読んでた。釣ってはないし、でもなんかめちゃめちゃわかるくらい垂れ目でもない。でもなんかどっちかと言ったら垂れ目だよねっていう。そう、サイリーにも言われたら光る垂れ目だよねって。まあそうね、メイクでは変わりますね。アイラインの引き方とかちょっと上にピンってやるだけでちょっと垂れ、あの釣り目になったり、うん、メイクで変わります。本当にしかもねメイクで顔変わるから。昨日より前が濡れたんじゃない。そんなことない、巻き方よ。そんな分かるくらい伸びてたらびっくりするわ、私の髪の毛の成長速度そう、多分今日のセットの仕方かな。ね、急にあれ伸びた。あ、15分ありがとうございます。じゃあ25分になったらランキングいきますね。読んで25分から読んで30分に終わります。こんにちは、うん、体が。お昼ご飯作ります。もうテロップ消そうお昼ご飯はね、なんかね、ささみのはさみ焼きみたいなやつ。そのささみに大葉とチーズとあと梅と挟んで焼きました。なんとお昼寝、そう、しかも眠、今眠いな、ちょっとお昼寝しようかなって悩んでたんだけど、ご飯食べたばっかりなので寝ません。ご飯食べたばっかりなので寝ません。ルイの心臓は立てない立てない。全然本当にもうなんかいつも通りの、なんか期間のね、
大雑把な料理だったんで撮ってないです。食べたら眠くなるやん。いやもう食べたら眠くなる以前に、私昨日ちょっと寝るの、まあ別に遅くはなかった、まあまあ一般的だったんですけど、まあ起きたのが早かったんです。6時に起きたんです。なんで6時に起きたかな。そう、6時に起きちゃって、そぼろは夜ご飯、うん、なんかまあ食べたい時に食べるって感じ。そう、夜ご飯として作ったわけじゃない、なんか食べたい時に勝手に食べなって感じ。安定の早起き、本当に安定すぎて、いや寝かせてくれ、もうちょっと寝かせてくれ、お願いだっていう感じでございます。おやつおやつか、そっか、おやつで食べちゃおっかなってなるわけないじゃんおやつなわけないじゃないか。家族も早起きなんだっけ。まあお仕事あると早いですね。お休みの日はまだ割と、いやのんびりでもないけど、まあ7時過ぎくらいに起きるかなって感じ。仕事あるとね、本当にもう5時半とかから起きてたりするんで、物音で起きるってわけではないの。あ、全然全然、本当にパッて目が覚めて寝れないんです、そっから。ほら4時か3時半に起きてる。おお早い。おいたんはお昼まで寝てました。いや、なんか二日酔いとか言ってたじゃん、755で言ってたよね。しかもなんかそれ見、あのお昼頃に見たら20分前とかに確かコメントが来てて、あれ今起きたのかと思いました、私はお昼が今だと夕食何時になるの。分かんない、食べないっていう時もあるし、まあなるべく6時までには食べるけど、分かんないね、バラバラ、お腹空いたら食べるかなって感じ。755呼んでる、呼んでますよ、呼んでます、ちゃんとちょこちょこ呼んでます。開いて6時まで早いな。まあそうなんです、早いとは言われるんですけど、確かに。まあでも6時までに食べたいっていう私の願望。そう、9時前に基本的に寝ることはないから、でもまあ眠たい、9時になったら寝れるように、私の体内時計。寝るのは何時なん？うん、本当にバラバラです。もう遅くて夜中もう2時とか1時2時とかまで起きてる日もあれば、うん、早いもう9時過ぎ9時半とかにはもう眠た、寝ようってなったりする時もあるし、本当にバラバラですね。でもなるべく12時までには寝たいっていう、12時11時までには寝たいなって目標、私の。この後ももめとお昼寝タイムしません、寝ません、寝ないぞ。平野ひかるは健康的でしょ、健康的なの、年寄りじゃないの、健康的なの。てか本当にね、睡眠って大切なんです。しかね、寝ないとね、頭し働かないし、あの全部そっちに持ってかれちゃうんで集中できないんですよ。寝るって大切。ギフトありがとうございます。早くね、そこのクマちゃんが目の下にある、常に現れてます。私はクマクマちゃんは常に現れてます。そう、消えないんです。もう本当にどんなに早く寝たってクマは消えなくて、どうしたらいいんだろうね。初見さん、テテさんかな、ありがとうございます。
よね。クマってどうやったら治る？治したいんだよ。寝不足でも寝不足じゃなくてもます。日によって濃さも違うしね。あれ今日なんかいっぱい寝たのにクマ濃いなみたいな日もある。待って、目の下の血行かな。どうやったら血行良くなる。揉んだら血行良くなるのかな。どうなんだろう。でも確かにな、血行良くないからできるっていうのはなんかな、なんちょっと分かんないけど納得しちゃう感じする。あ、そうだね、温めるといいっていいよね。確かに温めよう今度。そう頑張ってんだから、いつもコンシーラーで隠してるんです。ここ、こうやってです。塗って、家売らないと買い方らせん。そうよ、そりゃそうよ、らせんは高いよ。いいな、でもらせん欲しいよね。いいな。ほっぺんたこ焼き、あら懐かしい。なんかもう目の皮膚まで引っ張られちゃってる。ほっぺたのお肉はたくさんあるんで、私クマにも、なんかそう、青クマだっけ、青クマとかなんかちょっと名前があるじゃん。ひか、何クマ、何クマだ、な、何のクマさんだ。お、25分、あら、もうそんな。お、ということでじゃあちょっとランキングいきますね。ヒグマ、ツキノワグマかな、どっちかな。どっちだろう。それではギフ、あ、間違えた、ランキングからですね、すみません。ランキングからいきます。13位ギャレス@7レンジャー、3、12位サルキチャットヒカチューブ、3、11位バンちゃん、3、10位食べられません長、3、9位プリーツ@ヒカチューブ、3、8位 WY @影の守護神、3、7位タンタンタルランタンタラタンタンランデラン&ターン、わかんないよ。頭がこんがらがってくる。6位レイブン、3、5位サトちゃん、4位クランプ、3、3位チコバルボン、あと横ドナ輪島といえば黄金の左からの下手投げだよ。黄金の左、2位フジッピーズカットヒカチューブ、3、1位カッキー、カキトリ連合、カキトリカ、カキ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 、アットカーナ、あ、ラブカーナさん、カッキーさんかと思ってた。はい、ありがとうございます。本物のギフトいきますね。本物のカッキーさんいるわ。そう、なんかアイコンはね、ラブカーナさんだなと思ってたの。でもカッキーさんって、あのいつもの焼き鳥連合オレンジ化の方だなと思って、あれと思ってたんですけど、はい、ということでギフトいきます。カッキー焼き鳥連合オレンジ化、カーナ人の名前で遊ばないようにさんだそうですよ。ピーヨコちゃんマン、NHK48 公式さん、 C
チコちゃん、フジピー、飯塚さん、クランプさん、生かさん、ラブカーナさん、さとちゃん、ブリーツさん、はるにゃんさんです。ありがとうございます。大丈夫かな、なんか呼ばれてないとかいう方がいたら教えてください。今休憩来たのか、ごめんね、ありがとう来てくれて。配信でも終わっちゃうんです。でもありがとうございます。30分だったらね終わりたいと思います。夜配信もあると思うのでぜひ見に来てください。夜配信は多分します。時間は分かんないですけどします。夜はね、まあのんびりお話ししましょう。1時間くらい配信しますのではい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。インスタもねもうそろそろ上げたいな。なんか上げる写真あるかな上げれそうだったら頑張ってあげます。はい、パジャマ配信、あでも基本的にいつもね部屋着です。パジャマです。モコモコの、そう、まだモコモコ着てるから。はい、あと1分、ありがとう。ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。それでは30分、あと30秒ですね。いや、なんかこれからまたお仕事ある方は頑張ってください。今日ねお休みだよっていう人は、ね、ゆっくり休んで日頃の疲れを癒しましょうはい、働きたくね、頑張りましょう。あ、忘れないで、お仕事も頑張ろう、頑張ろう。ひかもね、のんびりしますけどひかちょっとのんびりします。はい、ということで30分になったので配信終わりたいと思います。それでは皆さん見に来てくださってありがとうございました。そして星ギフトありがとうございました。それではまたね。ありがとうございました。ドラえもんでまたねクオリティがやばい、相変わらずクオリティがやばい。ありがとうございました。またね。ちょっと聞かなかったことにしてください。それでは。